静岡市役所市長公室に緊張した面持ちで座っているのは、今年度静岡市に消防職員として採用された25人です。今日初出勤となる新人職員に対し、田辺市長が講話を行い激励しました。数ある就職先がある中で、皆さんはそれぞれ最終的に静岡市役所消防局を選んでくれた、消防局職員になるという腹をくくってくれた、私はおめでとうよりも皆さんに来てくれてありがとうと感謝の気持ちを伝えたいなと。静岡市消防局では葵区のビル火災での消防士殉職事故や職員の逮捕など不祥事が続き、信頼が失われているとして、先月消防局長が訓戒を受けています。新人の消防職員は研修を受けた後、6日に県消防学校に入校し、10月にそれぞれの消防署に配属されるということです。幼い頃から目指していた消防士にようやくなる瞬間が今年訪れてきたので、自分なりに精一杯頑張りたいと思います。体力面などで不安な面はまだ少しあるのですが、それよりもたくさんの出会いなどがあると思うので、すごく楽しみにしています。